はい、河本です。今回ですね、新しいゲスト川口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、川口さんはもともとフルスピード出身の、もう何でもできますよね。開発というかコーディングもできるし、 SEO も分かってるし、もうマネタイズの部分も全部、コンサルとしてはかなり技術畑出身なんで、なんか分からないことが相当少ない、幅広い、相当活躍されてる方なんですけれども、今回は川口さんにいろいろお聞きしていきたいんですけど、SEO とかマーケティングのところはいっぱいいるじゃないですか。でも川口さんって実はそこも強いんだけど、そこの人たちよりもさらにもともとフロントエンジニア出身っていうところが他にない超強みなんで、今日その目線でちょっとお話聞いていきたいなと思ってるんですけど、これを見てるお客さんが、その川口さんみたいな人にお仕事を依頼するとどんなメリットがあるのかみたいなところをちょっと聞かせてもらいます。まずシンプルに納期が早いです。なので、はい、これがこんな時間かかるっていうのは、そういうムカムカ感みたいのは多分ないかなっていうのはありますね。納期が早い理由って何ですか？これはもうシンプルに設計が9割ですね。例えばエンジニアの方が使用するときにデザイナーからデザインが上がってきますと、そのデザインを見た瞬間にそのデザインの設計書をうまく全部パーツ化するんですよ、パッと見て。でそれをどこをどういうふうに共通化して設計していったら、まず開発が早いかですね。これ納期が早いってところです。でちょっと後で言おうと思ったんですけど、回収コストが低いかどうかっても大事ですよね。ビジネスがどんどん変化していくうちの回収に耐えられるような設計にするかっていうのを割と即決できるっていう、僕みたいな素人が具体例出すとちょっと浅すぎるかもしれないですけど、例えば飲食店の店舗一覧ページみたいなのは後から追加できるような仕様にしておかないと、追加しようと思った時に一からまたなんかそこの部分を作り直さなきゃいけないみたいな、そういうことですよね。ですです。で例えばその店舗一覧ページでヘッダーをの部分のメニューを変えますってなった時に、じゃあ1万ページありますと、さすがにそれ1万ページで手打ちするっていうのはないと思うんですよね。なんですけど、例えばそのボタンのところの色を緑、赤、青全部いろいろと試してみますと、でどれが CVR 高いですかってなった時に、それをチャレンジしやすいようにパーツ化しておくテクニックっていうのがあるんですよ。コンポーネント設計っていうんですけど、でそういうのとかをあらかじめ組み込んでおかないと、後からあの費用かかります、この費用かかりますってなったら、経営者からしたらイライラしてくると。なるほど後から言うだよみたいな。なるほど運用フェーズに入った時にデザイナー、エンジニアとマーケーターとかって分かれてると、そこの連携だったりとか、そっちのなんか仕様が分かんないマーケーターとかが指示を出してると、いちいち時間かかると。実際そういうお客さん相当多いですからね。けど最初の段階で川口さんが設計をしてると、そこはすぐ対応できるような設計で最初から作るから、だから短期が早いということですよね。納期が短納期っていうのと運用の耐えられるっていうのは実はイコールの話なんです、しかもフルスピードって SEO 会社だったりとかマーケティング会社ですから。実は僕はもともとフルスピードではエンジニアやってなかったんですよ。ああ、そうなんだ。エンジニアは完全独学で、最初2年営業やって、でその後動画マーケやって、その後 SEO とか PR やってたんですね。で最初の2年間の営業時代に思ったのが、 SEO って指示書みたいなの出すじゃないですか、ここの H1 をこう変えてくださいとか、あれが一生反映されない問題があるわけですよ。で、深夜みんな頑張ってやってるのに、なんかパワポで100ページの資料とか作ってるのに、なんかそれが数ヶ月反映されなくて、成果出ませんでした、解約ですみたいな、アホかと、っていうのと、あとうちの家族全員サラリーマン一人もいなくて事業家だったんで、家のホームページとかも作りたいなと思ってて、自分でまずできるようになりたいですと、どうやったら早くできるかっていうのと、どうやったら効率よくできるかっていうのと、どうやったら SEO に強い政策ができるかっていうのはずっと考えてました。でこれ全部独学なんですけど、やっぱり有識者の人とかと会うと、設計の仕方とは間違ってなかったなと思って、今自信を持って確かにそうですねっていう。そうですよね。そんな人なかなかいないですからね。そうですね。だからそれこそうちの板橋とか開発鬼早いですけど、SEO のことは全くタッチしたことがないとか、そういう人は多いじゃないですか。開発と SEO を合わせ持ってる人って相当希少価値高いですよね。世の中のマーケット的にも、例えばその今人間の集中力めちゃくちゃ低下してますと、多分3年ぐらい前ってやるってなんですけど、人間の集中力金魚以下になりましたみたいな、っていう中でめちゃくちゃ重要なのがページパフォーマンスになりますと、そのページパフォーマンスっていうのをどういう風に達成するかっていうので、例えばページスピードが何点以下だったら納品としませんみたいな、っていうのってあんまり KPI として握らないところなんですけど、普通にそういうのをちょっと一旦 KPI にして握ったりとかっていうのもやったりしますね。いや主に設計から入ってマーケティングまでやるような案件が今多いんでしたっけ？そうですね。だいたい最初コーディングお願いしますって入るじゃないですか。でも何やかんや言ってると、ちょっとじゃあマーケットの打ち合わせ参加してくださいって、でデザイナーとの打ち合わせ参加してくださいって言ったら、だんだん自分が上流交代に行くみたいなっていうようなことになってくるので、フロントエンドエンジニアも上流を握れますね。
川口さんに仕事をお願いしたい人っていうのはどういう人が一番川口さんを存分に活かせますかね。まずマネタイズがちゃんとしたい人、うん、かつサイトがマネタイズポイントになっている人、うん、であとは感性よりもロジックでやりたい人、うんうんうん、このあたりはハマるかな。だから、要件としては事業会社が自分たちのコーポレートサイトを作ってそこで集客ができるようになって、うん、で自分たちの売り上げ上げたいっていうお客さんに関しては結構ベストパフォーマンスが出せるっていう感じですよね。そうですね、はい、今すでにホームページあるけど集客全くやったことがない人とかそういう人でも川口さんにお願いしたらその今のホームページの設計ごと変えるとかっていうのもやったりするんですか。はい、できますね、うん、なのでフロントエンジニアが事業主に貢献できるっていうのは、うん、普通結構作業者だからコストと見られがちじゃないですか、うん、なんですけど僕は売上にも貢献できるし、うん、コストダウンも両方できると思ってるんですね。フロントエンジニアの価値を定量化するのはすごい重要だと思っていて、うんうんうん、例えば売上上げるんだったら指標として見るのは CTR と CVR なんですよ。 CTR っていうのはクリック率ですよね、うんうん、で、まあ、SEO だけに絞って言うと、うん、例えばじゃあヒゲ脱毛、うん、費用みたいな自動車保険種類みたいなのに調べたら、うんうんうん、検索結果に表とかが出てるんですね、うん、あれってちゃんとマークアップすると出るんですよ。マークアップってそのちゃんとコーディングするとですね、うん、あれやると検索結果の面積が増えるんでクリック率上がるじゃないですか、うん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 、こういうちょっと一見地味めな、あとは最近 Google が、まあ、パケットテストって検索結果どんどんテストしてて、うん、ファビコンって分かります？あれってぶっちゃけどうでもいいってみんな思ってるんですけど、うん、最近検索結果でファビコン目立つようになったんですね。ファビコンって、まあ、ある種企業のブランディングなんで、はい、例えばその食べログだったら食べログのファビコン見たら安心してクリックするじゃないですか、はいはいはい、っていう効果もありますし、うん、あれ設定されてると地球儀のマークになるんですよ、はい、なりますね。しかも無色のね、そうです、うん、なんでファビコンの色のコントラストを強くするってめっちゃ重要なんです。黒と白でコントラストするじゃないですか、うん、でそういう細いところまでちゃんと考えてやれてるかっていう、うん、でそれは事業主の売り上げにフロントエンドエンジニアとしていかに貢献するかっていうのを考えてないと、うん、そういうチョコ材っていうのを思い浮かばないと思うんですよね、うんうんうん、そこまで僕はフロントエンドエンジニアを踏み込むべきだと思ってます。ちょっとマニアックですけどめちゃくちゃ勉強になりますねこれはね、うん、要は川口さん的には、まあ、フロントエンジニアだったりとかが最初に設計するときにコーディングっていうところの観点でこの部分を最初に意識してやっとけみたいなポイントのいくつかあるわけですよね、うん、ファビコンしろとか、はい、マークアップ表を目立つようにしろとかっていうところ、多分今この動画では全部話しきれないぐらいの量があると、うん、そういう要件をしっかり全部網羅的に作っていて一個一個コーディングの時に使えると、でそんな感じで納品するんで要は運用コストがだいぶ削減できるみたいな感じで、うん、まあ安心感ありますよね、川口さんクラスにプロジェクトをお願いすると、うん、じゃあそんな感じで今回は川口さんのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。